おはようございます。マティン。では、野村空クーきです。今日は食品に関するいろんな仕事を言います。この、前もお伝えしたものもございますが、中華調理士もいますね。北京、関東、上海、四川、調理士に含めていろいろあって、寿司職人や、フグ調理職人、いろんな養殖調理士、いる調理免許を取らなきゃいけないです。あとは、まあ、食品衛生管理者、これね、大学に行かなきゃダメです。いろいろ。条件が必要です。3年以上従事して、 講習会を受けて家庭を修業した人。食品衛生監視者。あとは食品衛生指導員。食品衛生責任者ですね。いろいろと。はい。資格。資格を持たない場合も、まあ、講習会1日6時間を修業すれば取得できるんです。大変です。はい。食品冷凍士。食生活アドバイザー。フードコーディネーター。食空間コーディネーター。 料理教室講師、薬膳研究家、野菜ソムリエ、製パン技術者、パティシエ、ショコラティエ、和菓子職人、バリスタコーヒーですね、コーヒー。バーテンダー製酒製造技術者、クロードですね、はい。ソムリエ、いろんなソムリエですね、はい。ソムリエール、ビール生産技術者、給食調理人、ウイスキー製造技術者、あいます。というわけで以上です。バイバイ。